カール・ビル・ヘルム・フェルディナント、ヨハン・ゲオルク・ツィ・ゼニスによる魔の副社。ブラウン・シュバイク市内のカール・ビル・ヘルム・フェルディナント像。カール・ビル・ヘルム・フェルディナントは、ドイツのブラウン・シュバイク・リューネブルク校の一人で、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル校。ブランデンブルク・プロイセンに元帥として使えた。また1791年以降死去するまで、数学者、カール・フリードリ・ヒガウスの講演者でもあった。 フェルディナントは、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・公、カール・一世とその妻で、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム・一世の娘である、フィリッピン。公爵家の世継として、ヨハン・フリードリ・ヒビル・ヘルム・イエルザレムらの家庭教師から、幅広く高度な教育を受け、若い頃に、ネーデルランと、フランス、ドイツ諸国を旅行している。プロイセン王家との親戚関係や、同盟関係から、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公領の軍隊は、プロイセン軍に従属する立場にあり、フェルディナントも若くして7年戦争に参加し、同盟軍の一角として、ハーステンウェックの戦い、民伝の戦いや、バールブルクの戦いを戦った。この時、フェルディナントは、軍務から離れるようにとの父の命令を拒み、大喧嘩をしている。二人の叔父で巧妙な将軍だったルートビ・ヒエルンストと、 フェルディナントは、公爵とは逆に親を応援した。父と、叔父たちの対立の板挟みになったフェルディナントは、結局は北ドイツ諸法の名手である、フリードリヒ二世を味方に引き入れた父に敗れ、軍務から退いている。1764年1月16日、カールビルヘルム・フェルディナントは、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿において、イギリス王・ジョージ三世の姉をガスタと結婚した。 二人の夫婦関係は王族にありがちな印象的で、型にはまった形式的なものだった。真に生まれた二人の娘、アウグステ・カロリーネとカロリーネ・アマーリエの結婚は、どちらも悲惨な失敗に終わった。息子四人のうち、末息子で四男のフリードリヒビル・ヘルムだけが、身体的にも、私的にもズバ抜けて恵まれていて、1806年には、父の後継者となった。 1766年にイタリア旅行に出かけたフェルディナントは、同国でドイツ系女性マリア・アントーニア・フォン・ブランコーニトで、二人の間にはカール・アントン・フェルディナントという息子も生まれ、フォルステンブルク伯爵の姓を与えられた。1773年、カール・ビルヘルム・フェルディナントは、父の後を継いで、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公となった。校僚の統治は、初めのうちはうまくいった。 政府による改革が成功したことで、小規模なボルフェンビュッテル考領は反映した。イエルザレムや教育学者、ヨアヒム・ファインリヒ・カンペの勲等のおかげで、フェルディナントは典型的な啓蒙先生君主に育っていた。1777年、愛称マリア・アントーニア・フォン・ブランコーニと別れたカール・ビール・ヘルム・フェルディナントは、ルイーゼ・フォン・ヘルテフェルトを新しい愛人にした。 フェルディナントは、妻オーガスタとは別居したまま、残りの30年をルイーゼと幸福に暮らした。フェルディナントの娘カロリーネ・アマーリエによれば、ルイーゼは、宮殿の中に住む者の中では、最も美しく最も賢い秘蔵物だった。しかし、カール・ビールヘルム・フェルディナントが、真に情熱を注いでいたのは軍事だった。アメリカ独立戦争が起こった時、彼はイギリスを支援するため、 ブラウンシュバイク軍を派遣している。1787年、フェルディナントは、プロイセンの元帥に就任、同年の夏に軍を引き連れて、ベーゼルに進軍し、9月にはネーデルラントを占領した。総督のオラニエコウィレム5世と夫人のビルヘルミーネは、同国で内戦が起きて、以来苦境にあり、これを助けるためだった。総督夫妻の敵である、愛国派は、 選挙していたアムステルダムを逃れ、同志は10月10日にブラウンシュバイク校の軍隊に降伏した。ブランデンブルク門は、この時プロイセンをフリードリヒ・ビルヘルム2世が自分の妹ビルヘルミーネと彼女を救ったフェルディナント及び2万6 0人の兵隊を歓迎するために気づかせたものとされている。カール・ビルヘルム・フェルディナントはフランス革命戦争において フロイセン・オーストリア連合軍の最高司令官に就任し、フランス革命軍を壊滅させるべく戦った。フェルディナントが1792年7月25日に発表した粗末な文章のブラウン・シュバイクの宣言は、フランス王族に危害が加えられれば、パリ市民が報復を受ける、という威嚇であった。宣言文は、チュイルリ宮殿襲撃事件を誘発し、結果として、 フランス王政の破滅を招いた。バルミーの戦いで敗北すると、フェルディナントは最高司令官から降格された。第四次大仏大同盟戦争中、プロイセン軍最高司令官となったカール・ビルヘルム・フェルディナントの愚かしい作戦計画や決断のせいで、プロイセン軍は後退を続けた。フェルディナントが、おじのフリードリヒ2世から受けた、プロイセン軍最高の減衰という称賛は、 すでに前世紀の過去の遺物となり、老司令官の優柔不断さは非難の的になった。1806年10月14日、イエナ・アウエルシュタットの戦いを指揮していた時、フェルディナントはヘッセンハウゼン近郊で、フランス元帥、ルイ・ニコラダブーと交戦、銃弾を浴びて、重傷を負った。勝利したナポレオン率いるフランス軍から逃れるためフェルディナントは、瀕死の状態で、 中立国家デンマークの領域に逃れ、11月10日に、オッテンゼンにおいて、71歳で亡くなった。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテルは、中立を宣言したが、フランスに占領され、翌1807年には、フランスの衛星国ベスト・ファーレン王国に取り込まれた。カール・ビルヘルム・フェルディナントの以外は、ブラウンシュバイク制度に葬られた。長男カールは、父の死の直前に亡くなり、 次男のゲオルクと三男のアウグーストは知的障害のために継承権を放棄していた。このため、ボルフェンビュッテルはフェルギナントの弟、フリードリヒ・アウグーストからエールス工領を相続していた末息子のフリードリヒ・ビルヘルムが継いだ。フリードリヒ・ビルヘルムはボルフェンビュッテル工領を奪還すべくゲリラを率いてフランスと戦うことになる。妻・オーガスタとの間に七人の子女があった。 ありがとうございます。